おはようございます。12月22日、いやまたですね、ちょっと久しぶりのホール地震となってしまったんですけど、日暮らしのシダ動画にかなり時間を使ってしまってたんですけど、まあ、ようやくアップできたということで、そして、今週からなんとそのパチスロ日暮らしの泣く頃に祭り2が導入開始となりましたので、早速打ちに行きたいなという今日この日です。野村、ちょだまで100万貯めるってよ。さあ、やってきました。エスパス日卓赤坂見附駅前店でございます。すいません、出勤をサボっておりました。さあ、抽選結果が出ました。抽選の方、なんとやりました。運命が俺に分岐しました。日暮らしを打てることが確定いたしました。正直ね、もう今日は設定がどうとか関係なく、打ち倒すつもり、なるべくね、大移動もしたくないんですよ。1台をちゃんと長時間打って、どういうふうになるのかっていうのをお見せしたいと思うので、まあ、これもね、ちょだまちょメダル100万貯めるために、必要なテストケースということで、もしね、これで日暮らし設定1でもものすごく、ね、甘いぞってなったら、ね、ディスカップ打ってる場合じゃねえと。さあ、そうなるかどうかの大事な一戦目、この後行ってきたいと思います。カードの取り忘れにさあ、注例に意よっください。て、チョメダル500枚までは、現金を使わずに打てる状態からスタートです。日暮らしの泣く頃に祭り2の初打ち一発目、行ってみたいと思います。あ、紫ひたひた、レア1枚だけですね。はい、ひた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 からの、どの演出がね、ああ、これも、残念ながら何もなし。どういうね、演出で1枚役が出て、そこからどうやって発展したら、ボーナスの期待とか持てるかっていうのがね、そのうちだんだん分かってくる方。普通に朝一、おっ、なんだ、なんだ、これ、あれじゃない？ベルンカッセルの詩でしょ。しかも背景白って。はい、一番よく。フレデリカ。さて、いやもう次の1ゲームからですよ。じゃあ城の名を押しますよ。あー、止まった。あー、レギュラーを否定。はい、あー、無理。残念です。非常に残念です。いやー、今ちょっと分かんないですよ。信頼度分かんないですけど、ちょっと当たってほしかった演出が外れましたね。今日のチョメダル500枚、なんと最速で使い切りそうです。お、今ね、369ゲームなんですけど、非常に微妙なタイミングだよ、ここで富竹ボーナスなんか引いた日には。マジで、マジでさ、惨劇は繰り返す。はい、ない。来た、394ゲームで、あ、しかもなんか50%もある。何これ、どういうこと。めっちゃありがたい。やめてくれ。ああ、これはよくやった。これはよくやったよ、マジで。ふざけんなよ。ああ、60%もあったのに。はい、200ゲーム先までです。おお、なになに。ああ、羽生、羽生、
羽生出たら外れちゃダメなやつだと思うんだけど。なんかフラッシュも今強くなかった？いやこれはもらったと思ってますよ。これ問題は、問題は、あ、映ってるかな、日暮らし止まっで、これでもし、あ、これ外れたら、外れたらおやしろ、あーな、何してんのそう2連続1枚役とか引いてる場合じゃなくて、あ、もうこれは外れる、外れるやつでしょ、知ってんだ俺。はい、あ、外れた、外れましたが、まあ出目的には白系ボーナスの、どちらかということで。あん、そんなのもあるんだ。俺もうさ、これこんなん出たらさ、富竹ボーナスないと思うんだけど、いいですか、ありがとう。481ゲーム日暮らしボーナス、投資が500枚プラス、合計ですね。で、まあ、さっきちょっと隣の台でも見たんですけど、これ左にもうレベル2の表示が来てるんで、これ左から押せばいいっていうことですね。さあやっと ART、 あ、フラッシュ長くね今の、紫、紫です、紫、期待しちゃうよこれ。あ、フラッシュ、お、あー、なんか変な変わり方しましたけど、今日1枚約2回分。さすがにね、何を言ってるのかわからないよ。あ、うっそ、マジか、ゆう、わあ、うっそー、ART3 個ストックプラスこの素晴らしいシオンの歌声をどうぞ。映像も、映像もいいんで、うわマジか、いやー、取れ、これ取れてよかった。あの今のボーナスはノーカットで流すと決めてましたんで。はい、でさっきみたいにこの左にレベル2が出てないんで、この状況はちょっとまだ分かんないですけど、右から押した方がいいかもしれないですね。赤坂か、うん、かっこいい、これ赤坂が負けるところを何回も見ることになるよ。俺はプロフェッショナルなんだ。お好みのかっこいいとこが、これであと残り2個ですね。はい、やっぱちょっと緊張しますね。
赤坂、おお。ちょっと全然当たると思ってなかった。この後にエピソード演出が流れると日暮らしボーナス以上というのがあります。あ、即ボーナス告知に行っちゃったんで、これは富竹ボーナスもあり得る。うわー、出た富竹、しょうがない。なんか変な音したけど、お量が出たからかな。さて、一応あと1個だったかな、エアルティのストックは。次、あー、エアルティ入っちゃったんで、まあ、当たってなかったってことですね、さっきの1枚役は。まあね、通用しないなんて。というわけで、ナビな、あー 60% 危ねえ。いや、これ入れたい。あー、やめてー、うわー、最悪最悪、もう終わっちゃった。495枚ということで、投資分の回収までには至らなかったですけれども、やっぱね、ボーナスを引かないことにはどうにもならんと。だんだんとね、演出の記載でも分かって、おお、ベルンカステル、いや、これさ、2回目ですけど、どうですか。あー、まだベル期待、あー、タメっぽい、あ、当たった、当たったんですけど、今俺日暮らしボーナスから狙ったんで、もう富竹かお社なんですけど、まあ、こうなるともうほぼ富竹ですからね。逆押しで右下段に青7を狙えば、これで上の白7が滑ってくればお社っていうのがあったと思います、はい。まあ、でも、運命勉強モードで失敗して落ちてすぐのボーナスって一番いいんだよね。どうなのこれ、期待度的に。挟み撃ち、あー、はい、気持ちいい、羽生モード獲得です。はい、1万約2回分だ。ラスト1ゲーム、最後ですわ。あ、言うなし、あー、早い、厳しいよ本当に、はい。いやー、難しいね、なかなか。さあ、200ゲームハマりました。運命分岐モード、さっきはね、結構回避ナビを持っている状態だったんですが、やっぱ 50% もらえるのかな、これ 50% あるってのは結構ありがたい。まあ、それよりも何よりもベルリプレイを最初に引いてしまえばいいんですけど、はい、あー、二択をミスっていく、あー、ぶねー、 50% がやめろ、なーだー、もう 50% が働かねー。287ゲーム転落ですって。
あやばい、飲まれる。ボーナス確率がさ、飲みだけボーナス543分の1、日暮らしボーナスとおやしろボーナスが1回ずつで、合わせて544分の1。6でもねえわ。赤い、これが冷却対応のステチェンで、暇つぶしに移行するやつです。一応ボーナス期待度が 40% とかあるっていう話だったかな。さあ、あーダメでした。嫌な予感も何も、もうダメです。さあ、ここで447ゲームハマり追加投資になった模様です。思ったより、ああやっと来た487。そうかそうか。さあ 60%、 あ結構今回はナビポイント、ナビ率 70%。 おい頼むぞ、なんでよ、あぶねえな、マジで本当に 70% あんのかこれ。なんでよ、だからお母ちゃん、うわもうマジで、はあ、ひどいよ。496ゲームで転落。696。今の1万役はどうだったの。さあ回避ナビ 60% からの、あやっと入った。697ゲームあー長かった。引いたっつったけど、なんかすごい、なんだ今リカちゃん、おスイカか、はい、おからの、お、ちょ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 、お、あ、ちょっと待って、親白フラッシュだ、親白 V、 親白フラッシュ出ました。当たってる、当たるわ、あー当たっちゃった、はい、まあ言うはならずと、はい、でようやく僕これができるんですけど、忘れずにここで入賞画面でボタンを押すと、あスイカで当たってたんだというのが分かります。この色が対応役になってます。この運命分岐もなんなら、お左から三段銃、まあさすがに、しょうがない、火災、君が悪いわけじゃない。これは、転落ですね。277枚の獲得、261ゲーム、運命分岐モード、ナビ率 50%。 ここでチェリーを引くみたいな、よーしゃーし、頼むぜー、1万役1回だけ、
わー、ナビがない、ナビゼロ、あぶねー、あぶねーとか言ってるけどさ、あーよかった、さすがに無理、そろそろ、あー残念、385ゲーム転落と、ちょっと演出なしからのこれは、10枚払い出しなんで確定役ですね。あ、違う、赤だ、赤なら、あ、はい、あぶねえ、持ちメダル421ゲーム、お、次こそはまあまあなフラッシュじゃないのこれで、うわー、一瞬失敗したかと思いきやの、びっくりした、なんで富竹ボーナスなんでしょうか、まあいいけど30ゲーム、まあ、1枚やからん当選、はい、はい、さあ 50%、 うわー、あぶねー、やめろー、よしよしよし、 50% まで育てたナビやめてー、よーし、これはいいループだ、ナビ全部使っちゃった、いや終わりです、120ゲームで転落、292分、お、これは暇つぶし心、いやそろそろ当たってもいいでしょ、暇つぶし心、はい、誰、はい、あー当たんねんだな、これが来た、梅分岐320ゲーム、ナビ率は 50%、 ベルまみれ、やーなー、やべやべ、あるまじきミス、白7狙わなかった、最悪なんだけど、330ゲーム、さあ追加投資です、投資1006枚からの追加投資、どうにもねボーナスが引けるレバーオンが苦手っぽいので、どうやら、あ、でもねちょっと移動します、ごめんなさい、移動しないとか言ってたんですけど、ちょっとこの台2回ほどセレクターエラーになってしまっていたことを思い出しまして、ちょっとまあ流れも良くないのでちょっと移動します、決して400ゲームになってしまったからではありません、ありません、すみません、大移動しました、
朝ね、打とうか迷っていたのがこちら、門台です。まあ、現在履歴はもうひどいもんですね、2000回転でビッグ2回レギュラー3回でボーナス確率がとんでもないことになってますけど、なんかいい音したな。ファイト O、 はい、からの2段階、ダメだな。おお、マジ単独じゃないこれ。356、赤系ですね。あー、くそ残念。さあ富岳ボーナスの単独ですね。移動して28ゲームで単独富岳、よし助かる。ラストです。よし、うわー震える。さあ、あー、エピソード付き。コンペクシマージュ1枚役当選。あの、え、ちょ待って、え、え、あ、あ、おやしろ赤。さあチャンスアップが出ないが、まさかの、まさかの U あるか。これで、はい、ボタンが、いやあ、69ゲーム。U に夢中で当選ケーキを見るのをすっかり忘れてしまいました。しょうがない。え、これこれナビ 100% なのにリプレイナビが出てないということは、つまり シェリーです。はい、ストックがあと1個しかない。あー、もう使っちゃった。いやー、 80% からの、おい、いやー、まあまあまあ、
この1ゲームの1枚役で決まるかどうか。チャンスアップは出ておらん。あーゼロパー。うわーでかい、ループがすごい。終わっちゃった。ジェッパー。いやー324ゲーム、さとこのいい画面で終わりです。お、おじさん、あっちょ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 、ゾロ目です。 44%。 しかもスイカ成立時のフラッシュがあれやこれや。 44% は4以上示唆だそうです。からの、はい、リカちゃま、ちょっと僕は一旦赤を狙う、白を狙う。なんで、なんで減った。なんで今数字減った。あーなんか、これはとりあえず当たりは当たりました。あれマジか。まあいいでしょう。なんか 44% も出たし。いやーありがたい。なんだなんだ今の俺のリアクションは。嬉しさが。そして、銀背景も出ると。やばい。はい、20%。危ない。スイカからの、おお、スイカ当選じゃないですかこれは。あ、よし、嬉しい。あーやばい、来た。シェリーでした。白ナビで油断してたらチェリーでした。やばい、来てるこれ。おお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 、当たってる。また集団リプ。あ、ちょっと待って、これ復活の場合は突入できない。やばいって、シオンの気持ちにもなってくれよ。うわー、いやー
日暮らしボーナス以上なら嬉しいって言いましたけど、それ以上のものがもらえました。 80% まあまあ。さあ最終章まで来てしまいます。アニュー羽生消失。かけらす麦もまああれだけど、羽生モード付きの運命分岐中が一番ナビ溜まりますね。あーでかい。あからの、あそのままいった。これだと富竹ボーナスの可能性もあるですね。さあ146ゲーム、これどうなるんだろう。あと1個。確定、確定何がしかだ。いやー顔やしろですって。はい、終わっちゃう。はい、これで羽生モードはなし。運命分岐 30%。 はい、終わりでーす。859枚、前回ボーナスから66ゲームで転落。いや上出来でしたね。さあケイチ、おー 12% はやめろ。あリカちゃん、リカちゃん、おー立ってくれましたが、日暮らしボーナスを狙って蹴ってるので必然富竹か、あそれで上の白の中滑ってきたらね親白なんですけど、一枚枠、あさすがに無理でした。だいぶ頑張った。18ゲームで転落。もうなんか近いと思ってたけど217、運命分岐モード、あら 40% しかない。最近 50% が多かったんですけど、 50% 以上はあることが。もうさあ秒殺、あーあれちょっと待って、これ一枚役の取りこぼしかと思ったらフラッシュが出てないんで単独白系ですね。ベルに邪魔されて、なんか今飛んだね単独、なんか 40% から始まる。あ、君よし銀背景、あ
踏んねえんだってば。だからあーよかった。8ゲーム さすがにな。ゼロおお。後ろからやるか。リカちゃん。リカちゃん。俺たちには。中を押せ。未来を切り開きなさい。終わりです。115ゲーム。前回ボーナスから144倍。当たんねえんだよな。お、あ、ちょ、ちょ、下パネ、下パネショートプラス。さすがに当たった。さすがに当たりました。赤系。お、富武否定の滑りで。1枚枠143ゲーム。また運命分岐モードが終わってからすぐのボーナスで非常に助かる。ほらもう、早いな。60ゲーム前回ボーナスから。おお、チェリーの方です。たまに当たんねえかな。おいおいおい、いや、前のゲームで当たってなかったんで、このゲームでどうかって。おお、ダメっぽいな。フラッシュなし。よし、今白長ビタ押しができていれば、ここまで滑った時点で赤系ボーナス濃厚なんですよね。当たりました。一枚役から。あー、ビッグでした。何の音。一枚役2個もらったね、多分これ。あー、紫フラッシュ付きからの3、4。 ありがとう。日暮らしボーナスを否定します。まあ富武ですよ。9ゲーム1枚だから。早いんだよな。えい、あーな、マジ？こういう時だけ早いね。一枚やか一回しか引いてないはず。信じて、私を信じて。ダメだった。いやー、100ゲーム、122ゲーム前回ボーナスから、309万。
ちょ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 いちょ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 い単独か出るか。あまた単独富だけ3回目あぶねー。よしなんかリカちゃん、うわ当たってる。いやー気持ちいい。じゃあエピソード空の向こう聞かせろ。ああないか。富武です。一枚役から63ゲーム富武ボーナス。よっしゃ嬉しい。おお、ありそう。あってもおかしくない。ボタンボタンボタン。あーない。はーい、ない。おお強え。はい、もう次のゲームから落ちるからね、可能性としてはゼロパー。はい、あー強い。何これ、めっちゃ強いぞ。ダメっぽいな。からの U とか震えるけど。あー左だと思ったんだ。204、265前回ボーナスから190ゲームで通常時転落。このリプレイ危なかったね。390ゲーム運命分岐モード 60% あるよ。頼む。あぶんねー。あーよかった、耐えた。10%スタート。おーうめー、うまーい。さあ最終ゲームで一枚役を引きましたが当たんねえか。ゼロパー。チェリー引いてもいいんですよ。終わり。521ゲーム前回ボーナスから521ゲームハマりで通常時に転落。また出た 44%。 今日2回目。はいはいはい。あー外れた。なるほどね、4以上とかあんのかな。あこれはちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、これさ、さあじゃあ白7をビタで。あービタが成功なら赤系だけど、ありがとうございました。逆押ししてみる。赤、赤、はい、ベル、ベル同時当選の富武ボーナス。何せゼロパー。あーむずい、やばいな。 ART に入れられなくなってきた。赤、暇つぶし来た。はい、弱め。はい、あー全然当たんねえんだけど、マジで暇つぶし。
変わらずお姉は自分の欲しいものを欲しいと言えない人ですね。ケイちゃんは私お姉深刻すぎです。私にはそこくらいよくなったわ。ケイジよ、うわあ、わっ、なんとこれ単独ですね。ちょっと待って、単独とかよりも出目よ。親代じゃないこれ。いやー、あ、ベル親代だって。マジか。やっと引いた。衣装からいきます。赤い。途中までは外れだったよ。途中までは。ああ。からの。ああ、でも 50% ある。50% です。頼む。ダメだった。88ゲーム。前回ボーナスから。来たか。288ゲームさあ 60% です。あ、何、ちょっと待って、これはだいぶあれじゃないですか。フラッシュだけで液晶何もなしのこの1枚役はきっと次のゲームベル。あやはり、リプレイか。ここが子役。さあ、そっち。これさ、外れるんじゃない？やっぱり。イエスイエスイエス。イエスイエス。そしてコンプレックスイマージュ。ケイちゃん、ごめん、リカちゃん、俺たち、あーまあ、はい、30%。はい、いやー嬉しい。このマジで、あー、この1ゲームだったのに 0%。 はい、終わりです。はい、ちょうどいいタイミングなのでここで実戦終了したいと思います。いやー楽しかった、実戦の方終了しました。お疲れ様でした。いやー打った打った。まずは実戦結果の方、投資がですね、チョメダル500枚プラス 13K で足すと1098枚と、そして、最後に流したメダルがですね1779枚と、こちらを差し引きすると、681枚のプラスということで今回終了しました。全く疲れというかストレスというかそういったものがなくですね、本当にもう終始楽しい実戦になりました。前半ちょっとねきつかったですけどね、移動先の台で、人並みにようやくボーナスが引けてね、多分1日のトータルで言うと全然引きが強い方ではなかったと思うんですけど、もうなんとかねプラスで終えられて、U をね3回聞けたっていうところとか、ストック関連 ART 関連が強かったのか弱かったのかちょっとわからないですけど、後に打った2台目の方はなんか 44% 下が2回出たり、
偶数しさもちょいちょい出てたので、もしかしたら設定4ぐらいあったのかもしれませんが、いずれにしろ非常に手応えを感じた、日暮らしの泣く頃に祭り2初打ちでございました。ちょっとね、次回以降理由をつけては日暮らしを打ちたくなってしまいそうで怖いんですけれども、ちょっと高設定が望めそうだなっていう機種の気配を感じつつ、ちょっと今日厳しいなと思ったら、まあディスクアップより日暮らしですかね今は。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければですね、このニコ7チャンネル YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回をお楽しみに。さよなら。